こんにちは。メイクアップアーティストのアリサです。今日はリキッドファンデーションの塗り方を皆様にご紹介させていただきます。初心者の方はもちろん、メイク歴が長いベテランさんでも今までのファンデーションの塗り方を変えるだけで、いつもよりファンデーションの量が少ないのに仕上がりはいつもよりも断然綺麗に仕上がります。よかったら最後までお付き合いお願いいたします。それでは始めていきます。スタート。リキッドファンデーションを塗るときに指で塗る方、スポンジで塗る方、もしくはファンデーションブラシを使用して塗る方、お見えになると思います。この3つの中で一番ファンデーションが綺麗に仕上がるのは、ファンデーションブラシを使用するのが一番綺麗に仕上がります。それはなぜかというと、毛穴っていうのはこのように穴が開いていますよね。スポンジもしくは指で塗ろうとすると毛穴の奥まで塗れないんですよ。はい、そのため毛穴が悪目立ちしたりとか、あと毛穴が気になるからといってリキッドファンデーションを増やして、この穴にリキッドファンデーションを入れ込む、そんなやり方になるので、ファンデーションの量も多くなってきます。そうするともう全体的に厚塗りになってしまって、仕上がりが不自然になってしまいます。ファンデーションブラシを使用すれば、この細い毛が毛穴の奥まで塗ることができます。いつもよりファンデーションが少ない量でも毛穴まできちんと塗れるので、仕上がりがとってもナチュラルで綺麗です。つまりね、ファンデーションブラシがあれば誰でもメイクさんになれます。ファンデーションブラシはいろいろなメーカーからいろいろな形状で出てきています。リキッドファンデーションを塗る場合は小さめのものを選んでください。これだとね、ちょっと大きしすぎるし、ファンデーションを吸収してしまいます。この小さめのものを選びます。もう毎日ね、洗浄が必要になってくるので、天然毛よりも人工毛の方がいいです。で、今の技術、人工毛でもすっごく肌触りが柔らかいので、天然毛か人工毛かわからないぐらいです。毎日洗うためにお手入れがしやすい人工毛を選ぶといいです。おすすめのブラシはこちらですね、資生堂の131のブラシです。1000円ほどで購入できるんですが、こちらで十分です。ではファンデーションブラシを準備していただいたところで、実技始めていきます。ファンデーションを重ねる前にコントロールカラー、もしくはコントロールカラー機能のついた下地を使用して、お顔の色ムラを整えます。ファンデーションを塗る前に色ムラを整えておくことで、お肌に透明感が生まれます。さらに色を整えることで、この後に使うファンデーションの量を抑えることができます。ファンデーションの量を抑えることができれば、素肌感を残した自然な仕上がりになります。で、私の場合は木くすみがひどいので、ちょっと全体的にパープルを使用しました。ご自身のお悩みに合わせて使い分けてください。ではコントロールカラーを使っていきます。グリーンは赤み、くすみはパープル、はい、青グマはオレンジです。目元のくすみもオレンジです。それではリキッドファンデーションを重ねていきます。私のおすすめはこちら、光源堂のマイファンシーのアクアファンデーションです。こちらはメイクアップアーティスト仲間でも結構ね、使われています。ハイビジョンに対応しているので、塗るだけでお肌が綺麗に見えます。カバー力は適度にあって、厚塗り感が全くないです。カバーが欲しい場合は重ねれば綺麗にカバーすることも可能です。ツヤ肌に仕上げてくれるんですが、ツヤ肌に仕上げるものって結構ね、皮脂崩れしやすかったりするんですが、こちらはね、皮脂崩れがしにくくって、くすみを防止するパウダーが配合されているので、一日中綺麗なお肌をキープすることができます。ファンデーションメーカーにもよるんですが、私はね、これぐらい出しました。直径1センチぐらいで十分です。こちらを指にのせて、このように点在を行っていきます。なぜ点在をするかというと、左右同じ量がお肌につくようにしています。同じ分量をまず置くことで、こっちは少なくてこっちは多いとか、仕上がりのムラを防ぐことができます。あとはファンデーションを伸ばしやすいからです。そしたら目の下三角ゾーン、一番カバーしたい場所です。別名シンデレラゾーンと言われている場所です。はい、シンデレラゾーンってなんか素敵ですよね。このシンデレラゾーン、お肌が綺麗だとお肌全体が綺麗に見える、魔法が起きるからシンデレラゾーンと言われています。そのため目の下三角ゾーンはしっかりとカバーを行いたいです。
この目の下三角ゾーンにまず広げます。こんな感じでフェイスラインに向かって塗り広げるんですが、フェイスライン、そうですね、3センチぐらいは開けて塗り広げます。で、中心から外側に向かってこのようにブラシを動かします。反対側も同様にまず目の下三角ゾーンに塗り広げます。で、毛穴っていうのは正面ではなく下を向いているので、できればこうね、上からもこう動かしてあげるといいです。はい、このように動かします。で、お肌が動くようでは結構力が強いので、お肌が動かない程度に動かします。広り広げたら今度また中心から外側に向かってフェイスラインを覗いたところまで塗り広げます。今度は額です。額もこのように放射線状に動かします。中心から外側に向かって塗り広げます。生え際3センチは塗り広げないです。そのまま目の周りで、目は特に動かす場所だからあんまり重ねてしまうとヨレの原因につながるので、余ったファンデーションを伸ばす程度で大丈夫です。そして鼻ですね。鼻全体に伸ばした後、今度はこうやってくるくるしてあげると毛穴まで綺麗に重ねることができます。で、特にここ鼻柱、あとこの辺りですね、塗り忘れが多い場所です。ここも丁寧に行います。小鼻の溝が塗りにくい場合は指を使って倒してしっかりと小鼻の溝も塗り広げます。そして口周りです。中心から外側に塗り広げます。このような塗り方をすれば自然と中心は厚くて外側は薄いという仕上がりにつながります。はい、中心の厚いところは浮き上がり、薄いところは沈んで自然な立体感が生まれます。逆にこのメリハリを気にせずに全体的にベタ塗りをしてしまうとのっぺりとしたお顔に仕上がってしまいます。そしたらこれ乾いたスポンジを使用します。通常売っているスポンジっていうのはもう面がつるっとしていると思うんですが、このように面取りといってハサミでねカットするんですよ。このようにするとお顔の凹凸やカーブまできちんとフィットすることができます。よかったらね、ハサミで面取りやってみてください。で、ファンデーションブラシを使用していると結構ね筋ムラになりやすいです。乾いたスポンジを軽く撫でるようにして筋ムラを取り除きます。この時触れているか触れていないか優しいタッチで行います。あんまりギュウギュウやってしまうとせっかくのファンデーションが取れてしまいます。最後フェイスラインまで伸ばします。そう、さっきフェイスライン全然塗ってなかったですよね。なじませる程度で大丈夫なんです。フェイスラインまでしっかり塗ってしまうと首が浮いてしまいます。濡れたスポンジでも大丈夫なんですが、乾いたスポンジを使用することで余分な油分を吸い取ってくれるので日中の崩れを防止してくれます。そしたら余ったファンデーションをスポンジに含ませて手の下三角ゾーン、ここをもう一度きれいにカバーを行います。もう一度同じ分量を取って目の下三角ゾーン、こすらずにもう乗せる感じです。気になるところがあれば少しだけトン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 とカバーを行います。先ほどファンデーションで隠れなかったこういったシミとかニキビ跡、はい、こちらをコンシーラーを使ってカバーを行っていきます。で、ファンデーションでこれをしっかりカバーしようと思うと不自然になってしまうので、コンシーラーを上手に使用してピンポイントでカバーするのがポイントです。気になるところにコンシーラーを重ねます。トラブルの上にコンシーラーを重ねたら指を使って周りをぼかします。で、目の下三角ゾーンにあるこのクマですね。クマもあると魔法が起きないので、しっかりとコンシーラーでカバーを行います。このように素肌感があるナチュラルな仕上がりです。首とフェイスラインも全然浮いていないですよね。だけど気になる毛穴とかニキビ、色ムラとか隠したいところはきちんとカバーはできています。
で最後このファンデーションを定着させるためにフェイスパウダーを重ねてプレスをすれば綺麗な状態を長時間持たせることができます。以上のポイントを押さえてリキッドファンデーションを塗ってみてください。最後までご視聴ありがとうございます。少しでも参考になれば嬉しく思います。高評価ボタンとチャンネル登録、そしてコメント、あとツイッター、インスタもやっていますので、よかったらフォローお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。